日本経緯度原点。中央の金属表が原点の位置。原点の両脇にある黒い石板の位置にはかつて崩壊した四五間の課題が存在していた。日本経緯度原点は日本国内の測量の基準点。東京都港区麻布台2丁目に位置する1892年。当時、この場所にあった東京天文台の四五間の中心が日本における 経緯度の原点として定められた。しかし1923年の関東大震災で死後間が大破したため、従来の原点の位置に金属表を設置し、これを原点とした国土地理院関東地方測量部が管轄する原用施設である一方で、史跡として港区指定文化財にも指定されている。日本経緯度原点は1892年に 参謀本部陸地測量部によって定められた。当時、この場所には帝国大学附属東京天文台があり、その死後間の中心が原点とされたのである。しかし1923年の関東大震災により、東京天文台の死後間は崩壊してしまったため、その後地に日本経緯度原点を示す金属表が設置された。日本経緯度原点の経緯度の数値は、 日本測地系の基準として約100年にわたり変わらず用いられた。2002年に世界測地系が導入されたことにより日本経緯度原点の経緯度は地球重心を原点とする数値に変更された。現在の数値は2011年の東北地方太平洋沖地震後に改定されたものである。測量法には測量の原点は日本経緯度原点及び 日本水準原点とすると規定され、測量法施行令によって、日本経緯度原点の経緯度及び原点方位格の数値が規定されている。また、国土交通省の告示によって、地震直行座標系における、日本経緯度原点の座標値が定義されている。測量法施行令により、東京都港区麻布台に町目18番1、地内にある、 日本経緯度原点金属表の十字の交点と定められている。基準数値は以下のように定められている。以上の数値は2001年の測量法改正で採用された世界測地系にのっとり最新の宇宙測地技術を用いて測定したものを2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により定義し直したものである。 原点方位格とは、要するに、キタはどちらかの基準になるものであって、日本経緯度原点と国土地理院敷地内の筑波町長気線電波干渉計、観測点金属表の十字の交点との方位関係を定めるものである。国土地理院は、日本経緯度原点の地震直行座標系を次のように定義している。 この値も東北地方太平洋沖地震の影響により2011年10月21日に定義し直されたものである。 x 軸 -395 万 9340.203my 軸335万28 2854.274mz 軸369万 7471.413m 軽移動原点の決定に至る経緯は 関東大震災による資料の消失により一部判然としない部分があるといい、また年代についても文献によって一部食い違いがあるという、明治初年の測量事情、編集、本書四五線日本における、本書四五線、日本の三角測量の歴史、及び、軽度の歴史も参照、竜なら初代水路局長、明治初年、海軍や、公部省、 内務省など様々な機関が近代測量を導入したが政府内で測量原点の統一が図られているとは言い難い状況にあった。海図作成を必要とした海軍は1871年7月28日に水路局を設立。1872年4月24日の大上官、布告130号で海軍省では グリニッチ死後船を本所死後船として採用し、築地に設けた海軍省氷座を統計139度45十25.05と定め、これを日本の測量の基準とするという方針が布告された。一方、国内行政のための地図政策も必要とされ、1872年3月に工部省測量士は測量市長、 マクビンラの指導のもと東京府下で三角点の設置と測量を開始する。1。この時、最初の三角点が皇居富士宮倉に置かれた。1。工部省測量士は1874年に内務省に移管され、後に内務省地理局となる。内務省地理局は、当初は富士宮倉を通る守護線を軽度0度とし、2。ついで1877年に、 サメイケアオイ町に設置した観賞台を1882年に旧江戸城本丸天守台を軽度の起点とした海軍観賞台における観測編集1872年11月海軍水路量は芝区イークラに土地を購入小規模な観測施設を設けたこれが海軍鑑賞台の始まりとなる干渉台は囲碁土地と施設を拡充した ジットマン1874年12月、近世の日表通過が約100年ぶりに発生した。この天体現象からは地球と太陽の間の距離が測定できるため、欧米各国は世界各地に観測隊を派遣した。日本は観測の公的地の一つであり、フランス、アメリカ、メキシコが観測隊を派遣した。アメリカからの観測の申し入れを受けた水路局は、 これに積極的に応えるとともに技術習得に当たった。ジョージ・ダビッドソン率いるアメリカ隊は長崎市の星取山で金星の日表通貨を観測した。長崎では電信法による経度測定が可能でアメリカ隊はウラジオストクと長崎の経度差を計測した。日表通貨の観測後、日本側の要請に応じアメリカ隊は隊員のチットマンとエドワーズを派遣して 長崎、東京間の経度差を測定した、東京での観測は、海軍干渉台敷地内に従来からあった、石板状を選定して行われた。後にチット満点と呼ばれる一地点である。観測の結果、チット満点について、統計139度44分57秒の値を得た。クリニジを起点として、地球を西回りで経度を求めたことになる。 1876年には、水路局の大友金行中尉が、海軍干渉大敷地内で、タルコット法による天文観測をもとに移動を算出した。1881年、米国海軍水路局のグリーン、デイビスらが、軽度の再測定を行ったが、これにより、チット満点の値も修正された。1882年10月、海軍は老朽化した締めギザオに代わり、 チット満点を測量の基準に定めた。測量組織の再編。編集1884年、参謀本部に測量局が発足。内務省地理局が行っていた、第三角測量は、陸軍測量局に移管された。この年、麻布に一等三角点、東京が設置され、仮経緯度原点とされた。一等三角点、東京の経度はチット満点の数値。 井戸は寒布店の数値から算出された。なお1884年に一等三角点、東京において一等三角点、六屋山を方位点とする原点方位角が計測された。当時、内務省と海軍とで、経度の値が異なる問題があったが、1885年9月には、両者の間で調整が行われて、経度が統一された。これに伴い、じっと満点は、 統計百三十九度四十四分三十秒三と定められ、千八百八十六年二月の官報号外で告示された。千八百八十八年、複数の組織の間で重複していた業務が整理された。内務省が行っていた陸上地図業務は参謀本部陸地測量部に移された。また、海軍艦将台の天体艦業務は文部省に移管され、海軍艦将台は 帝国大学附属東京天文台になった東京天文台死後間中心編集1892年に参謀本部陸地測量部が東京天文台の死後間の中心を日本経営緯度原点としその経営緯度原点法威嚇をと定めた緯度は気持ち点経度はちっと満点の数値から算出しているなお原点法威嚇は先の一等三角点 東京での計測値から算出され、となった、経緯度原点が定められたことにより、従来の一等三角点、東京は廃止された。1915年から1917年にかけ、グリニッジから地球の西回り、東回り双方で経度を測定し、精度を向上させるための観測が行われた。この際に、東京の観測地点となったのは、 東京天文台の四後木の中心であった。1918年9月19日の文部省、告示号外で四後木の中心経度が、統計139度44分40秒9と、告示された。この数値から四五間中心の経度を算出すると、となる。従来の経度数値と10秒405の差が生じた、ことになる。関東大震災と、金属表設置。 編集1923年9月1日の関東地震により、東京天文台の四五間は大破。また、南関東各地で地盤変動が発生したため、1924年には一等三角点の改速が行われ、かつての四五間付近に一等三角点補点として東京が設置された。この測量の結果、四五間の課題が約1メートル移動していることが判明した。また、 六屋山に対する原点法威覚が修正され、1928年に改定された。すなわち、以下の通りである。1949年、測量法、同志考令が制定された。測量法には、測量の原点は、日本経緯度原点及び、日本水準原点とすると規定され、測量法試考令によって、日本経営度原点の経緯度及び、 原点法医学の数値が規定された。軽移動原点の周辺環境、編集アザブ周辺の都市化が進んだために、関東大震災以前から東京天文台の三鷹村への移転が始められていたが、関東大震災後の1924年に移転が完了した。旧東京天文台の建物や観測機械は東京帝国大学の天文学教室として学生の教育に利用された。 1945年には戦災によって消失したが、天文学教室はバラックによって再開された。死後館は関東大震災時に大破したが、移動した課題は残存し、戦災によってさらに焼損した。1959年、旧死後館課題は補修され、かつての死後館中心の位置に日本経緯度原点を示す金属表が新たに設置された。 地中金属表として石蓋を施したもので、その後方に位置する旧課題には名板が取り付けられて日本経営の原点があることを示した。1960年に東京大学天文学教室は本郷に移転した。麻布天文台跡地には、その後、中央官庁の庁舎が建てられた。1961年、原点周辺は現在見られる状況に整備された。 旧死後間課題が完全に撤去されるとともに、かつての死後間があった状況を継承化して、課題をモチーフとする2枚の黒い石板の間に原点を示す金属表が設置された。1996年10月22日に日本経緯度原点は港区指定文化財に指定された。国土交通省マミアナ分室があった周囲の土地は2008年に 中日ヤフがニスタン大使館として取得された問題点、編集天文測量によって求められる、経移度と準拠大円体とする回転大延体上の位置を示す、経移度には垂直の捉え方に違いがある、天文経移度は地オイド面に対する方線を用い、地理経移度は準拠大円体に対する方線を用いる、両者の違いを示す角度を延直線偏差という、日本測地系において、 日本経緯度原点の数値は、天文測量によって求められた経緯度を用いており、延直線偏差がないものとして定義されている。実際には、東京付近では、深い日本海溝が東にあるために、ジオイドの傾きが比較的大きく、これに伴って延直線偏差も比較的大きいものであった。世界測地形の導入、編集日本経緯度原点周辺。 説明版の設置は2011年10月21日付、人工衛星を用いた衛星測位システムや超長期線電波干渉法など宇宙測地技術を用いて地球全域を対象とする測量が行われるようになると従来のように各国が異なる準拠大円体を設けるあり方は変更されるようになった。2002年4月1日測量法及び 水路業務法の一部を改正する法律の施行により、日本は新たな測地形である日本測地形2000を用いることになった。これは地球の重心を中心とする GRS80 楕円体をもって準拠打円体とする全地球的測地形である。日本経緯度原点は日本の法律上の測量の原点であるが、その数値は別の原点を有するものに変わったと言える。 なお、歴書の後継である、歴陽光・歴少年表では、東京の代表地点として、旧東京天文台第四号儀跡の位置を用い、日の出日の入りをはじめとする時刻の計算の基準としていた。しかし世界即地系以降後、第四後儀跡として採用していた数値に問題が浮かび上がったため、金棒にある格好の基準点として、日本経営度原点を採用することとした。 2010年版の理科年表から東京の経緯度基準は日本経緯度原点に変更された。もっとも表示にほとんど違いが出ることはない。東日本大震災に伴う数値変更。編集2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、東日本を中心に大きな地殻変動が発生し、日本経緯度原点そのものも移動した。 これを受けて行われた最速量の繁栄として、同年10月21日に測量方施行令が改正され、原点数値の内経度が0.0110秒だけ東寄りに改められた。緯度については改正されていない。これは原点が真東に 277mm 移動したことを意味する。ただし、国土地理院測地部の報告論文によると、 変動量は2 6 5トル、変動の方向は90度ではなく、91度56、42、53であるとしている。原点方位角は1.453秒だけ増加した。なお、日本水準原点の標高も2 4ト、mm、ル、沈下したため、同日に2 4 4 1 4 0ルから2 4 3 9 0 0ルに改正された。また、 地震直行座標系における日本経緯度原点の座標値も改定された。改正以前の定義値は、X 軸マイナス395万 9340.090MY 軸335万 2854.541MZ 軸369万7471.475メートルであった。改正後と改正前との差は、 x 軸 -0.113my 軸 -0.267mz 軸 -0.062m である。したがって、0 1 1 3にプラス0 2 6 7にプラス0 0 6 2にイコール 0.296m イコール296 mm ディスプラスタイル sqrt 0.113にプラス0.267にプラス0.062にイコール0.296 マスム、M イコール296、マスム、ミリメートルだけ移動したことになる。ありがとうございます。